サウンドジュリアです。今日はですね、こちらのカクテルオーディオ X35 を店頭用に仕入れましたので、こちらでちょっと遊んでみます。オールインワンの、プレイヤーなので、ストレージも入ってますし、ダック機能、フリ機能、パワーアンプ機能も入ってます。一応これ1台あれば、何かしらのソフトがあれば音が出るというものになります。で、今日はこちらの機器のホノイコライザーと内蔵されている、アンプを利用しまして、両端のスーパーレートモニターで音を出してみたいと思います。そして、音を出しながら、録音ができますので、昔カセットデッキでエアチェックなんかをしたような感じを思い出していただきますと、こちらに、レベルが出て中で録音するということができますので、それを再生したいと思います。まずですね、こちらのホーム画面の入力を切り替えます。フォノに切り替えます。そうするとレベルメーターが出ますので、この状態で、ボリュームをちょっと上げておけば、音が出ますので、早速、レコードを聞きながら録音したいと思います。Yeah.
録音してみました。レベッカのポイズンですね。こちらを撮りました。と今、こちらのですね、カクテルオーディオの こちらを確認すると、炎でインしたソース、こちらが表示されます。録音データだけですので、ネットにつないでも、アルバム名とか出ないんですけど、こちらの USB に、キーボードをつないでアルバム名とか曲名を入れて、 LAN または Wi-Fi でネットにつなぎますと、アルバムアートが出てきますので、後で非常に検索したりするのに便利になります。ちょっとこちらを聞いてみましょうか。192kg の 24bit で撮ったんですけれど、フォノをダイレクトにアンプで増幅してスピーカーで鳴らすより、一度こうハードディスクに入れて鳴らした方が本来のこの X35 の音になるので、こちらの方が、まあ、変な感じですけど録音した方がいい音に聞こえますね。でこれなんでレコードを撮ったかって言いますと、まあ、平日家に帰った時にですね、食事やお風呂に入った後にレコード聴くっていうのが、まあ、ちょっと手間だとかっていうのがあるんですけれど、この状態で入れておけば、まあ、お気に入りのレコードがさっと聴けるっていう良さもありますし、酔っ払ってですね、こうアームを動かしたりして針を折ってしまうとか、また一番最後に、アームがリフトアップしないプレイヤーなんかは寝ちゃって結構1時間ぐらい回り続けてるみたいなのがあるんですけど、まあそういうのを防ぐためにこれにとって時間がないときは聞くっていう、そういう便利な使い方もあります。当然土日とかお休みの時はアナログレコードプレイヤーで自分でマニュアル操作で聞いていただければいいんですが、まあ何枚か入れておくと結構便利じゃないかなって思います。あと先ほどの入力画面でアナログを入れても当然録音できますし、デジタルを入れても録音できます。またこちらのスリットに CD を入れてもリッピングで中のストレージに録音できます。今回はこのレコードだけでちょっとこちらでビデオを一旦止めますが、次回はテレビの光デジタルをこちらに入れまして、中のアンプを利用して、まあ、AV アンプにはならないですけど、フロント2ちゃんのアンプで使ったらどれぐらいのクオリティで音が出るのかっていうのをやってみたいと思います。今日は以上です。